フェ的なお店がたくさんあるここ代官山。のんびり散歩するだけでも楽しいこのスポットで気になるお店をチェックしていきたいと思います。グリーンカフェ西郷山は東急東横線代官山駅から徒歩15分、旧山手通りを渋谷方面へ向かう途中の西郷山公園の入り口にあるカフェ。広々とした店内やテラス席からは季節、時間、天気、そして毎日が新しい一日と感じられるとっても素敵な空間です。コーヒーはすべてイタリアンローストの有機栽培豆を使用したこだわりの一品。他にも国内産の柚子果汁にこだわった柚子ソーダや宇治抹茶を使った甘さ控えめの抹茶ミルク、季節ごとに丁寧に作られたパフェやパンケーキなどなど、オーガニックなデザートたちがお出迎え。その中でも名物メニューがこちら、トイそば。では実際に食べてみましょう。カフェなのにそばという意外性には驚かされますね。いただきます。うん、おいしい。ちょっと不思議な感じですが、新そばを食べながら公園で遊ぶ犬や子供たちを眺めているとなんだかとっても和みます。都心の貴重な癒しスポットですね。